毒への貪欲と妄想の危険性、銃塩はその痛みに入れ替わられ、痛みが終わった後、再び塩を見れば、再び立ち上がります。つまり、それは苦しいというものだと猿は見抜けていなかったのです。もし認識していれば、それを見るたびに怖くて二度と掴もうとしなくなります。もし 猿は、塩のために自分が捕まられたこと、塩を欲しがって塩を手に入れたら、苦しさを味わい始めることを知れば、あえて塩を触れようとはせず、それを見ると恐れるでしょう。実は、人が食べているときは、すでに捕まられています。君は、何が自分を捕まっているかはわからないのです。 猿にとっては、ハンターが捕まっているのですが、人間にとって、食事をしているとき、それらの細菌やウイルスがキャッチしているのであり、彼らが君の体内で生き残ることが最善であると知っているから、君をキャッチしているのです。はい、私は一時期、色とりどりの食べ物やお菓子を見て、とても美味しく思い、 たくさんの人が並んでいるのですが、一つの考えを思い出した、それはがん細胞の餌だ、砂糖や炭水化物などすべてはがん細胞を養うものになっているのです。育てるのが好きな人もいます。栄養が足りていないとがん細胞も増殖できません。つまり、多くの人はほぼ99%。 自分の体の中にがん細胞を持っているわけですがただなぜ一部の人はそれを活性化させあふれさせる傾向があるのでしょうか炭水化物の過剰摂取糖分の過剰摂取で活性化するんですなぜなら彼らは計算し一度繁殖したら私が生きていくのに十分なのか私の子供や孫 そして私の子供の子供や孫が食べるのに十分なのかそれを計算しているからです十分になったらさあ繁殖を始めるわけですそれがん細胞も計算していてそれの王国それの子供や孫が十分に生きていけるようになるまで計算したらそれを起動し始め爆発し がんが始まるのである。ああ、そうでなければ、そこに潜んで待っている、休眠している、生きるのに十分な量になれば、生けるようになるのです。やはり食べる量を減らした方がいいでしょう。食費もかかりますし、食べて自分に良いことにもならなく、病気になって診断にお金がかかります。お金を使って病気を買い、 それでまたお金を使って医者に病気を診断してもらうと、この話は何年言われ続けてきたのですね。人としてどれだけ頭がいいと言えますか、賢くはありません。幸運にもご家事を受けたまわっております。さもなければ私はずっと前に死んでいたでしょう。それほど早くはありませんが、 少なくとも現在よりもはるかに深刻です。この夢、いい夢も見ずに、この人はなんてひどいのだろうというのですね。まあ、夢の中でも、じゃあ、いい夢を見てね。夢の中でも彼はそういう苦しんでいる夢を自分に見せているのです。ですからブッダは、主情が、愚痴、だとおっしゃったのですが、本当に愚痴ですよ。 たとえ夢を見るとしても、良い夢を見ればまだいい。知恵の夢を、幸福の夢を、自由の夢を、有能の夢を、好きなようにできる夢を、自分に見せればどんなに良いことでしょうかどうして自分を次のような様子にさせなければならないのですか水と草しか知らないのだ。 知っているのは食べ物と飲み物だけで他には何もないそして食べれば食べるほど飲めば飲むほどわからなくなるのですですからあなたたちは彼女より少しましなんですよだってその誰がみんないつも彼女を食べなさいと勧めていつも食べるものがあるんですものね それで、彼女は何かを見れば何を食べます。また、食べれば食べるほど、好き嫌いが増えています。昔は何でも平気だったのに、今はそれがいいのか悪いのかわかり、赤いものはまだ完全に赤くなっていないとか、香りの良いものはまだ香りが十分ではないとかと分別するようになりました。 <子自>身私たち仏教を学ぶ者の,の最大の誤解は往々にしてこの感覚が自分自身であると考えがちなことです例えば悩んでいる苦しい心が折れそう自分はどうなんだろうと常に考えていますこれらはべて私たちではなく 私たちが感じていることであり、私ではありません。それは本当に苦しくて心が痛むものであれば、私たちは苦しくて心が痛むなんて感じることはないはずです。なぜ、私たちが感じたものはに永遠に、それ、であり、もし私たち自身が本来それであるなら、それを感じることはないでしょう。 鏡が映ったものは鏡そのもの自身ではないのと同じように、感じたものはすべて私たち自身ではなく、感じることができるのは自分自身なのです。感じられたものすべては私たちと関係ないのですが、私たちは、症状せずに渡りそれに翻弄され、今日の様子になってしまったのです。煩悩が暴かれて、 心の中で嫌な思いがすることもあります。この時、明らかである、名の状態であれば結構ですが、不明であればよくないのです。吐き出したい、解放したい、不快だ、解放しようと思います。このタイミングで、どのような形でリリースするでしょうか。この時点で名なのか、 それとも無明なのですか無明に従って解放すると、悪魔が解放の方法を教えてくれていることになり、悪魔の方法に従ってカルマを作ってしまう可能性があります。一度カルマを作るとそのカルマは固定されます。私たちは、苦しんでいるのは自分ではなく、カルマや習慣。 煩悩であるに違いないことを知らなければなりません。事象は真の事故であり、決してつらいなんかはしません。他人がどうであろうが、私たちは喜びを生み出さなければなりません。そしてそれには知恵が必要されるのです。このように、他人が自分を助けてくれていて、 しかも自分が早く良くなっていくことを知ります。私は古典的な基礎を持っています。混合 K には、もしこの類の事象の訪問を学ぶ者が人に誹謗されれば、他人のそしりによってこの人の前世の罪が帳消しになり、自分があのくたら山脈三母代に成就することができると書かれています。 この時、私たちの喜びが生じると、私たちの煩悩は腹立ちて死んでしまいます。もともと、私たちを翻弄しようとしていたのであり、もともと、私たちはその手下の敗将であり、好き放題にやられていたのですが、どうして今喜びとなったのか、思うように翻弄できなくなったのだろうか。としますと、 煩悩が起こって死んでしまいまいす。煩悩は数えきれないほどの量がありますが多くても数は限られていますゆっくりと怒らせ死なせていき量に達したら煩悩が完全になくされます 恩師を称えるし、著者、報復。恩師を再現なく称賛し、考えれば仏地が生まれ、音声を聞けば仏法を悟り、動けば仏徳があります。恩師を再現なく称賛し、あなたは常に生と死の罪と涅槃の功績を熟考しています。 あなたが歩いてきたガラクタの土地、私は尊敬します。恩師を際限なく称賛し、お越しいただきありがとうございます。私は長い時間を費やす必要がないように、迅速に改善できるようにしてください。そうしないと、非常に困難になります。 恩師を際限なく称賛し、あなたは仏教の経典を自由かつ正確に翻訳し、仏教の意味と境界を明確に示しています。恩師を際限なく称賛し、完璧さと美しさ、優雅な人も下品な人もそれを認めることができます。恩師を際限なく称賛し、 あなたは私の進歩における私の恐れを取り除き、私のすべての障害を打破します。私たちが喜んで一生懸命働く限り、あなたはみんなを消化させるために最善を尽くします。恩師を際限なく称賛し、あなたは私たちの土星を指摘します。 できることもできないこともありません。重要なのは、やりたいかやりたくないかです。本当にやれば、何をしても、できます。恩師を際限なく称賛し、あなたは私たちを、感謝へと導きます。仕事に感謝すれば退屈することはありません。 人に感謝すれば退屈することはありません。どこにいても感謝すれば、どこにいてもあなたは一番輝いています。恩師を際限なく称賛し、英語で仏教の経典を暗唱することの利点に関するあなたの慈悲深い教え。仏法には、 仏と菩薩の誓願と祝福の力で、あなた自身の福徳を高め、仏と菩薩との因縁を高め、英語を達成することができます。恩師を賛美し、恩師に感謝します。いつも私たちのことを大切に見守ってくださり、 明るく暖かく成長できるように寄り添ってくださいます。私たちの雑然とした心の中で、あなたは私たちが真の信仰と改心を築き、私たちの運命を変えることと成就の基礎を築くことを可能にします。 ブッダの目で見た世間シリーズセミナー第35。普通種課長者説業法差別教におけるブッダの知見、検知。第35回行尽くして命尽くせず。キーワード行法、苦しみ、幸せ、来たり去り。今週は、 カルマの報いについて、カルマは終わるが命は終わらない、について勉強していきます。お釈迦様はこうおっしゃいました。主行行は受け終わっても、命は終わらないとさせる技がある。幸せが終わって苦しみ、 苦しみが終わって幸せになる主張がいるとすれば、それは行が終わり、命が終わらないと呼ばれるのである。また、主をカルマが終わったが、命はまだ終わらないことをさせるカルマもあります。例えば、最初は役人であったが、役人を辞めて商売をする場合などです。 役人の号は終わりましたが、命はまだ終わっていないので、商売に転じたのです。老後を支えるだけの商売をしたら、あとは何もしなくなります。彼のビジネスというカルマも終わりましたが、命はまだ終わっていないのですね。 お釈迦様の言葉をもう一度見てみましょう。もし、幸せの絶頂に達し、苦しむ主張がいれば、つまり、良い日が過ごし終わり、苦しむ時がやってくる。あるいは苦しみの絶頂に達し、楽しむべき時がやってくる人がいれば、これをカルマは終わるが、 命は終わらないというのです。このことは誰もが感じたことのあるはずです。例えば、結婚する人がいたとして、その人はとても幸せで嬉しかったから結婚したのでしょう。でも、また離婚してしまったのです。それは、 幸せになりきった後の苦しみです。また、病気になる人は多くいますが、それまで幸せだったのに、病気になったら全然幸せではなくなりますから、幸せが終わって苦しくなるというのです。その後、また病気が治り、治ってからまた幸せになりました。 これらは、カルマが終わったが、人生はまだ終わっていないというような合法に数えられます。つまり、同じ一生の間に異なる様々なカルマを受けることになるのですが、その全てが短期間で行ったり来たりしているのです。これらはすべて、カルマが終わったが、 命は終わっていないと呼ばれるのです。すべての人は苦しみの果てに楽しみを迎えることができ、その逆にならないようにお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうございました。また次回までに。